どうも阪神情報局です今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで現在この動画を撮影しているのが10月7日の金曜日なんですけれどもさあタイガースは明日からクライマックスシリーズファーストステージが始まっていきますまた後ほどの動画で明日の CS 登録予想という動画もアップできればなと思っていますが今回の動画でご紹介したいのはシーズン最終盤からこの CS 準備期間にかけて様々な理由で登録抹消になってしまった選手について、まあ、それぞれの選手が一体どういう理由で抹消になったのかでその中で上田選手のコロナ離脱この成り立 結構ね、まあ、タイガースの CS 戦っていく中で、まあ、影響を及ぼしてしまうんじゃないかなということで、こういった点についても深掘りをしていきながらお話していきたいなと思います。では早速お話をしていきますが、さあ明日から短期決戦、クライマックスシリーズファーストステージが始まっていきますね。で、その相手はベイスターズということで、まあ、昨日ね、ローテの最新情報というところで動画をアップさせてもらいましたんで、よかったらそちらもご覧いただければなと思うんですが、まあ、ベイスターズに関してはやはり左ピッチャーが多数来そうですから、まあ、今シーズンタイガースは左ピッチャーに苦労してるのと、もう一つ、まあ、今シーズン横浜スタジアムでなかなか勝てなかったシーズン、 なんですよまあ、これまでハマスタというのはもうタイガースがむしろ本拠地と呼ばれるぐらいね、まあ、ハマスタに行けば打線が活発化するとそういう戦いというのが続いていたんですが今シーズンこの横浜スタジアムでは2勝1敗勝率が1割5分4人ということでなかなか勝てないシーズンでしたでシーズン11敗というのは1998年そして2000年の9敗を上回る同球場でワーストでさらに現状6月の28日から最終戦までもう8連敗が続いているということで、まあ、なかなか勝てない球場だったんですねただ今回ののククライマッシリーーーズファスストステージというのは3 試合てデーゲーム、まあ、今シーズンは鬼門と呼ばれるねこのハマスタではありましたがデーゲームというところに限れば勝利した5月の14日15日を含む3試合で2勝1敗でこれが何を表すのかというとタイガースは今シーズン横浜スタジアムで2勝11敗じゃないですか、まあ、ですのでデーゲームの2勝というのが、まあ、今シーズン唯一の勝利になってるんですよねですのでこれをいいデータという風に捉えてデーゲームでの3試合クライマックシリーズファーストステージなんとか乗り越えていきたいところなんですが今回の動画でご紹介したいのはまた後ほどね CS の登録予想という動画をアップしていきますがその前 前の段階で残念ながらいろんな理由で抹消になってしまった。選手について、これらの選手の中には残念ながらクライマックスシリーズに出られないという選手もいますんで。ですので、ここまで一体どういう選手の抹消があったのか、そしてそれに対してタイガースはどう対処していきそうなのか、こういった点について深掘り解説していきます。よかったらぜひとも皆さんのご意見というのもお聞かせください。さあ、ではまず1人目。これは cs の準備期間で抹消された選手ではないんですが、シーズン最終盤まあ、タイガースにとって驚きの抹消というのがあったのが西勇気投手ですよね。まあ、タイガースに関しては最終戦。まあ、結果的に西純也投手が投げ。 形になりましたが、本来あの最終戦というのはタリ本願がもし発動していなければもう最後の戦いもうここで勝つことができればクライマックスシリーズだと、まあ、そういう大一番になる可能性もあったわけですよね。ですがその前の段階でこの西内貴投手というのは抹消されていました。でまず西内貴投手の今シーズンの成績ですけれども、二十三試合に先発して防御率が二点一八、九勝九敗、勝率が五割、百四十八点一回を投げて奪った三振九十三個、QS 率が七十八点三パーセント、ヒダ率が二割三分四人ということで今シーズンもいい数字を出してくれましたね。まあもう。 少し打線とうまく噛み合うことができれば十分2桁勝利も狙うことができるような投球内容だったんですが、まあ、西行き投手はシーズン最終盤に登録ましょうでそこからなかなかこの西投手の続報というのは出てこなかったんですがおとといの5日ですね、まあ、タイガースは甲子園で全体練習を行ったんですがこの日はシードバッティングに登板で対するバッターは佐藤選手近本選手糸原選手熊谷選手ということで、まあ、十分ねスタメンで出る可能性が高い選手たち相手にバッター10人で被安打1本3奪三振ということで状態の良さというのを見せてくれました、まあ、ですので今後いろいろ見据えながら西投手のマ があったのかなというところなんですがこの西投手に関してはおそらくクライマックスシリーズファーストステージでの登板はないんじゃないかなというふうに予想していますというのも現時点の報道では先発投手として青柳投手伊藤投手西純也投手が行くんじゃないかなという報道プラス西有希投手は今シーズンベイスターズ相手に結構苦労してるんですよ今シーズンは3試合投げて1勝2敗防御率が5.21そしてファーストステージで戦うハマさんに限っては2試合投げて防御率が9.90ということで今シーズン西投手が最も苦しんだ相手そして球場という形になりますんで今後西有希投手の 当番ということになればおそらくファイナルステージでの初戦にななななるんじゃいいかなという,ふうな予想ですまあ、この西投手に関してはオフシーズンの去就というところもね、かなり注目されていますが、まずは残りの戦いですから、これから西投手がどういうピッチングを見せてくれるのか、この点は注目して見ていきたいところです。で、続いて2人目なんですが、9月の28日、登録抹消の情報があった長坂選手ですね。まあ、長坂選手の抹消理由に関してはコロナ離脱です。まあ、発熱、喉の痛みというね、まあ、症状があったということで、現在は自主隔離中。で、その長坂選手の今シーズンの成績ですけれども、27試合に出場して40打数 並んだ打率が1割7分5厘ホームランは01打点出塁率が1割7分5厘 OPS が425ということで、まあ、この長坂選手もタイガースが苦しい期間なかなかキャッチャーを固定できない期間にしっかりアピールしてくれましたよねでそういった中で9月の最終盤長坂選手は登録抹消になってしまったわけなんですがその代わりに上がってきたのが坂枝選手なんですよねでその坂枝選手もなかなか出番というのはなかったんですがシーズンの最終戦このままいったらタイガースは負けて終わってしまうとまあ、そういう流れになりかけていたんですがこの坂枝選手がなんとか打ってくれて同点で終わることができた これもタイガースにとって一つ大きな引き分けでしたよね。まあ、ですので、この長坂選手に関しては、この期間にコロナ離脱があったということで、CS のファーストステージ、そしてファイナルステージも厳しいかなというところでありますが、その分、坂枝選手にはチャンスが巡ってきたわけですから、キャッチャーというポジションは本当に買いが効きませんからね、ぜ、ま、ひ、あ、とも3人いてほしい、その中で坂枝選手の出番というのもあるんじゃないかなということで、長坂選手にとっては悔しい離脱になってしまいましたが、これからどのようにキャッチャーを運用していくのか、この点も注目ポイントです。では続いて三人目、これは先日10月の4日ですね、普通にね、登録抹消という という情報で出てきたのが小林投手なんですねでまず小林投手の今シーズンの成績ですけれどもここまで10試合に登板して防御率が1.59 11回と3分の1を投げて奪った三振9つ左つが2割9分3輪という数字ですまあこの小林投手に関してはコロナ離脱という流れではないんでこの CS 準備期間中にねまあ、いきなり抹消報道というのがあって個人的には驚いた部分ではあったんですがまあ、やはり最終戦の登板そしてその前の登板で小林投手が失点してしまった、まあ、これもちょっと痛いところだったかなという風うには感じますねというのも小林投手は9月の13日のカープ戦 ここで1イニング投げてバッター6人に対してヒット3本打たれて1失点そして最終登板に関してはケラー投手が残したランナーではあったんですが満塁の大ピンチで残念ながら押し出しフォアボールを与えてしまったということでこれは直接的に小林投手の失点にはなってないんですけれどもあそこはなんとかね、まあ、最悪打たれても仕方がないところでストライクは欲しいところでしたからまあ首脳陣が思い描いていたようなピッチングができなかった、まあ、それもね一つ今回の抹消に繋がってしまったのかなというところが個人的な推測です本来この小林投手に関しては1イニングだけではなく複数イニングいけるピッチャーですからですので ククライマックスシリーズこれからの短期決戦というのを考えると非常に重宝される存在ではあるかなと思いつつもすでに投手陣の情報として藤浪投手が中に入ったり再起、まあ、投手が控えていたりいろんな報道というのがありますからねこの小林投手の出番が少なくなってくるというのも推測できるかなという感じですよね、まあ、今シーズンのタイガースのブルペン陣改めて見てみても島本投手であったり小林投手、まあ、こういうピッチャーたちがビハインドの最後でね、まあ、投げたりするわけですから改めてレベルが高いなというところなんですが去年の小林投手のストレートと見比べると、まあ、ちょっと、ね、まだ9位が戻ってないかなという感じも 今後この小林投手がまた1軍に戻ってくる時というのはファイナルステージの段階ですからこのファイナルステージに関しては先発ピッチャーをもう完全に先発として使わなければいけないんでね、まあ、そうなってくるとまた中継ぎ投手の枚数というのは必要になってくるんでそこで小林投手が上がってくる可能性というのは十分にあります、まあ、そこまでにまたね小林投手らしいボールというのを磨いていってほしいなというふうに思いますねではラスト4人目こちらは10月の5日にね抹消報道というのがあったんですが上田海選手ですねでこの上田選手がなぜ登録抹消になってしまったのかというと新型コロナウイルスの陽性判定です上田選 選手はのの痛みの症状があったということで現在は自主隔離中そして10月の5日に抹消になったとそういう流れですでまず今シーズンの上田選手の成績ですけれども57試合に出場して12打数3安打打率が2割5分1打点盗塁が4つ失礼率が3割5分7人 OPS が607という数字を残していましたまあ、上田選手の起用法に関してはバッティングというよりも試合終盤のしびれる場面でダイソ走しび固めこういう起用法というのが多かったでこれから始まっていくクライマックスシリーズに関してはもう短期決戦じゃないですかもう1試合1試合その一つ一つの場面で勝負をかけるか否かもうこれ 試合の勝敗を分けると言っても過言ではないんですがその流れでこの上田選手のコロナ離脱というのは痛いですね特にタイガースは熊谷選手や上田選手ダイソーの選手が複数いることで早めの勝負をかけることができてでそのままの流れで内外野を守れるっていうね、まあ、そういうカードが1枚減ってしまったというのはタイガースにとって痛い部分、まあ、2019年のクライマックスシリーズも上田選手の足というのがめちゃくちゃ生きたじゃないですかあれは2019年10月7日のベイスターズとのファーストステージ第3戦ですねこの試合に勝った方がファイナルステージに行けるとそういう大事な試合で上田選手は8回表に ダイソででの起用でこの時点でタイガースは同点だったんですが上田選手が初球に盗塁決めてその後エスコバー投手の冒頭で三塁まで進んでで梅野選手の浅いセンターフライこれちょっと厳しいかなという打球だったんですがこれ上田選手の足が行きましたよこれが結局犠牲フライになってタイガースが勝利、まあ、タイガースは5年ぶりのねファイナルステージ進出ということでやっぱりああいう上田選手の活躍というのを見てるとこの上田選手のコロナ離脱というのはかなり痛いですただもうタイガースは後手後手に回ることはできませんからもう引き分けがあった時点でねタイガースは結構不利になってしまうんで表の攻撃というところを考えると どんどん早めの勝負をしていかなければいけないで現状熊谷選手は一軍にいますからこの熊谷選手を中心に仕掛けていくとそういう流れというのが考えられます、まあ、改めてしびれる試合終盤で熊谷選手であったり上田選手ダイソーのここぞというところで走ることができてなおかつ内外野守ることができるこの二人の存在というのは改めて貴重だなぁと感じるわけなんですがタイガースがこれからどのように仕掛けていくのかタイガースのクライマックスシリーズスタメンというところを考えてもマルテ選手がメンバーに名前つられたり、まあ、それこそヨーカー選手が入ったり、まあ、いろんな流れというのが考えられますんで、まあ、早めの勝負というのも重要 なってくるスタメンに名前を連ねる選手はもちろん途中から試合に出ていく選手の活躍というのも間違いなく大事になってきますからそういった中でどんな戦いがあるのかこの点も注目しながら見ていきたいところですはいで最後になりますが西勇投手の抹消に関してはシーズン最終盤というところでありましたが小林投手の抹消で長坂選手上田選手に関してはコロナ離脱ですからねもうなんとかこの最後の戦いも矢野政権最後の戦いになっていきますから今なんとか戦える状態にいる選手たちがコロナ離脱という情報がもう出てこないことをファンとしては祈るのみです タイガースにとってもなんとか巻き返していきたいというシーズン終盤でまあ、8連敗コロナ離脱というのがかなり響いてしまいましたから、本当にトラウマ的な形になってしまいます。けれども、これ以上広がらないことを祈るのみ。デアの監督は明日からの戦いについて、今年は相性が良くない球場になったけど、嫌な印象というのはない。新しいドラマというか、そういう勝ち上がり方ができればなと思ってると、こういうコメントを出しています。もうとにかく、明日からのファーストステージに関してはベイスターズというチーム、そしてハマスタというね。まあ、球場というところもそうですし、左ピッチャーがどんどん出てくる。まあ色々と難敵続きというところなんですが、もうタイガース。 失うものはありませんから残念ながら抹消になってしまった選手たち、まあ、特にコロナ離脱の選手に関してはこのクライマックスシリーズは厳しいかなという予想もできますがこういった選手たちの思いというのを背負って今後登録される選手たちに頑張ってほしいなというところですね、まあ、この登録予想に関してはまた後ほどの動画でアップしていきますよかったらそちらもぜひともご覧いただけると嬉しいですはいということで今回の動画ではシーズン最終盤からこの CS 準備期間にかけて様々な理由で抹消になってしまった選手たちについてで特に上田選手のコロナ離脱チームとしてどのように乗り越えていきそうなのかこういった点についてお話をさせていただきましたさあいよいよ 明日から短期決戦がが始ままっていきますがこういう様々な理由で抹消になってしまった選手たち、まあ、特にコロナ離脱の選手に関しては本当に悔しい思いというのがあると思いますのでそういった選手たちの思いを背負ってどのような戦いを見せてくれるのかこの点も注目しながら見ていきましょう皆さんは今回様々な流れで抹消になってしまった選手たちについてどう感じますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいですということで以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいですこの動画が面白かったためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタンを押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神 情報局チャンネル登録者34,300人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴コメント高評価チャンネル登録が励みになってます次は目指せチャンネル登録者35,000人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いいたしましょう毎日トラホありがとうございましたここに来ての複数人のコロナ離脱タイガースにとっては痛い情報というのがありますがこれ以上広がらないことを祈るのみ残りの選手たちがどういう戦いを見せてくれるのか注目してみていきましょうではまた